神宮に日米通算906試合に登板した剛腕が復活した。15日に行われたヤクルト、中日戦、神宮で五十嵐亮太氏が始球式に登場。かつての本拠地でもあるマウンドで、背番号53のユニフォーム姿で速球を投げ込むと球めちゃめちゃ速いやん、まだ現役でいけそうとファンが驚いている。実際の様子。 変わらぬ衝撃の号泣、現役いけそう、45歳の五十嵐亮太氏が見せた投球。この一戦は、JA 留萌スペシャルデーとして開催され、北海道留萌市出身の五十嵐氏が大役を務めた。引退試合以来となる神宮のマウンドに立つと、現役時代を彷彿させる豪快なフォームから速球を披露した。五十嵐氏は、千葉・ 学園高から1997年ドラフト2位でヤクルトに入団2003年に最優秀球援投手のタイトルを獲得するなどリリーフとして躍動した2010年からメジャーに挑戦し4球団を渡り歩き2013年にはソフトバンクに移籍し日本一に貢献2019年にフルスヤクルトに移籍し2 0 20年シーズン限りで現役引退した 日米通算906試合登板を誇るレジェンドだ。1979年生まれで45歳となったが、現役時代と変わらぬ剛速球を披露。SNS には、40代半ばでこのキャッチボールって、本当にプロはすごいな、若々しいですね、始球式の中で圧倒的に良い球、めちゃいい球だった W まだできるよわらとコメントが寄せられている。